体の中で青い血が流れてるんじゃないかなって思うから、人間っていうよりは木彫りっぽいじゃないですか、私の旦那さんって。聞いてなくないですか？聞いてます聞いてました今。ベストマスクニスターワード2020、スポーツ部門に選出されたのは丸山桂里奈さんです。ご結婚され、旦那様も元サッカー日本代表というスポーティーなご夫婦。やっぱりあの普段マスクを自分が選んでるんですけど、マスクから選ばれてめちゃくちゃ嬉しいです。あの何があるかわからないので、すぐ走って逃げるようなそんな格好にしてきました。アスリートみたいな感じで、はい。それはやっぱりサッカーのサムライブルーとか日本代表のカラーっていうのもそうですし、私もずっとサッカーやってきて、あの私の血は赤なんですけど、やっぱりサッカーをそれだけやってきてるから、なんか体の中で青い血が流れてるんじゃないかなって思うからこれにしました。丸山さん、実は今日アイメイク、マスカラも色物使ってますよね。なんで分かったんですか？ね、そうですよね。しかもいつもよりラメラメが強め。おすすめされたんで、めっちゃ優しくない？2人とも。すごい。いや、本当にちゃんと今日もらってる、かわいい。ピンク系でマスカラもピンク系にしてるんですけど、多分これはメイクさんが目元に、そうそうそう、まあ可愛らしい印象を聞いてました。聞いてなくないですか？聞いてます聞いてました今。2人で喋ってなかったですか？メイクさんがすげえ優しかったのと、2人がすごい優しかったって話ちゃんと聞いてます。はい、すいません。ちょっとピンク系になってます、はい、可愛いです、とっても。ありがとうございます。本当だったらなんかあのやっぱ人間っていうよりは木彫りの方が、木彫りっぽいじゃないですか、私の旦那さんって。だから木彫りのマスクがいいかなと思ったんですけど、まだ木彫りのマスクって出てないので、そう考えると木って茶色だからやっぱ茶色かなと思うんですけど、どうでしょうか？彫刻とかなんか彫ってあるものに似てるか ら、 だからそういうなんか素材のマスクがあったら、なんかマスクしてるようなしてないような感じの顔に見えるかなって思って探してはいるんですけど、やっぱなかなかないので、色的だったらやっぱ茶色なんじゃないでしょうか。これが似合うんじゃない？確かにこのこれ、はい、確かにこれ今日帰ってみてこうつけてみます顔に、はい、似合う気がする、これね